皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは銀座元ホステス殺人事件です。この事件は元ホステスの女が同棲中の男性を殺害した事件ですが、殺害理由もさることながら犯人である女の素性に世間は驚きました。元ホステスの女とは一体どのような人物だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2015年2月2日午後0時20分頃、東京都中央区にあるマンション5階の一室で、男性が頭から血を流して倒れていると警察に通報があった。通報を受けた捜査員が現場に駆けつけると、寝室のベッドの下にはパジャマ姿の男性が倒れており、そばには血のついた金属バットが転がり、女性が立っていた。倒れていた男性の顔は判別できないほどに変形し、首や胸には刃物によると見られる複数の刺し傷があったため、すぐに病院に搬送されたが死亡が確認された。死亡した男性はこの部屋に住む飲食店従業員 H さん、当時48歳と判明し、司法解剖の結果、死因は失血死であることが分かった。その後、室内にいた女性に捜査員が事情を聞いたところ、私が金属バットで殴りました、と犯行を認めたため、H さんと同棲していた無職の K、当時28歳を殺人容疑で逮捕した。K は取り調べに対し、私がやったことに間違いありません、と犯行を認めた上で、H さんと別れ話がもつれ、殺すしかないと思い、包丁で刺した後、バットで殴った、と供述した。また、警察への110番通報は、K が過去に、クラブでホステスとして働いていた店の元同僚の男性に犯行を打ち明けたことで、現場に駆けつけた男性が通報していたことが分かった。この事件が報道されると、SNS などから流出した K の画像が美しすぎるなどと話題になり、美人すぎる殺人者などとも揶揄され、ネット上で話題となり、さらに K が179センチの高身長の上、プロポーションも良かったため、着エロ DVD に出演していた事実も発覚した。しかし、世間が驚いたのはこれだけでなく、実は K が性同一性障害で性別適合手術を受けていたことが分かり、戸籍の性別を男性から女性に変更していたことも判明したため、世間の注目はさらに大きくなっていった。二人の関係。その後の捜査で、K のバッグからは凶器とみられる刃渡り約18センチの血のついた包丁が発見され、凶器に使われた包丁と金属バットは、事件前に自宅からほど近いショッピングモールで購入していたことが分かった。K は金属バットを購入する際、店員に一番硬いものをくださいと注文していたことが判明し、K が強い殺意を持って計画的に犯行に及んでいたことが発覚した。殺害された H さんと K は事件の約2年前、H さんが働いていた銀座の高級クラブで K が働き始めたことで知り合い、その後二人は交際を始め、事件の前年秋頃から同棲を始めた。しかし、その年の年末には、一緒に住んだらすぐに別れたくなった、と H さんは知人に漏らすようになり、周りのホステスたちにも、別れたいんだけど、どうしたらいい?と相談を持ちかけ、K の嫉妬深い性格を嘆いていたとされているが、一方で、H さんを知るクラブの関係者によると、H さんは K が性転換していたことを知らずに交際を始め、同棲するようになって、K が性転換していたことに気づいて別れ話になったとも語っており、それに逆上した K が殺害を決意したとの見方がある。しかし、K の供述では、H さんが他の女性と写真に写っていたのを見た。最近、H さんから別れ話を切り出され、別れるくらいなら殺そうと思った、と別れ話のもつれが動機だと話しているため、殺害動機の真相は今も謎のままとなっている。元ホステス K。 K は福岡県で生まれ、幼稚園の頃から女児が好むような遊びをしていたとされ、小中学校時代には友人から女の子みたいだと言われ、その後高校に進学はしたものの、男の子の制服を着たくないとの理由から中退している。そんな K は18歳で性同一性障害と診断され、女性ホルモン剤の服用を始めると、20歳でタイに行き性別適合手術を受けた後、
戸籍上の性別を男性から女性に変更した上、名前も変更した。体や性別、名前も女性に変えた K は、福岡のクラブで働いた後上京すると、銀座のクラブでホステスとして働き出し、綺麗な顔立ちと長身だったことで、銀座では有名な存在となっていた。また、K はホステスとして働く傍ら、その美貌から長身美人モデルとして、着エロ女優としても活動したりするなど、周りから注目され、充実した日々を送っていたかのように見えていた。しかし、K を知る人物によると、K はヤバい性格で有名だった。男への依存心、所有欲が強く、何度もトラブルを起こしていた、と語っており、K は一度切れると、異常なまでの執着心を持って、徹底的に相手を攻撃するタイプだったという。実際、自身が働くクラブで、嫌いなホステスのロッカーに火をつけて、ぼや騒ぎを起こしたこともあったとされるほど、手のつけられない一面があった。そんな性格もあってか、K は仕事が長続きせず、クラブを転々とする中、H さんが働くクラブで勤めることとなった。しかし、結局はその店も辞めて、事件の約半年前からは銀座の洋菓子店で働いていたが、そこもほどなくして辞めていたため、事件当時は無職となっていた。禁断症状。実は K は性転換後、女性ホルモン剤を欠かさず服用していたとされ、逮捕後も警察署の留置所では服用していたが、起訴後に収容された拘置所では病気治療薬ではないため認められないとして、ホルモン剤を服用していなかった。 K は性適合手術を受けているため、女性ホルモンを外部から摂取しなくてはならないにもかかわらず、服用が認められなかったことで、ホルモンバランスの崩れから精神が不安定になり、禁断症状が現れ、さらに抗菌反応を引き起こし、別人のようになっていた。そんな中始まった初公判では、美しすぎる殺人者と謳われた姿を一目見ようと、35席の傍聴券をめぐり、約180人が裁判所に並んだが、K の姿を見た傍聴人からは驚きの声が上がった。K は、よろよろと足元をふらつかせながら入廷し、その目はうつろで完全に言った様子で、口はポカンと開けっぱなしで、長い髪はゴムで縛られていたが乱れており、プルプルと腕が震え、顔は赤く腫れ、鼻と口の間は髭を剃った後で青くなり、細身にもかかわらず首だけ異常に太く、顎は二重顎で、瞬きもせず固まるなど、口調も明らかにおかしい様子だった。また、終始口をポカンと開けたままで、目の焦点は定まっておらず、裁判長から名前を聞かれても、どもりながら答えるのがやっとの状態で、注目の裁判が始まった。どよめく法廷。2015年12月1日、東京地裁の初公判で、弁護側は起訴内容を全面的に認めたが、K には性同一性障害のほか、軽度の知的障害、広汎性発達障害があり、普通の人とは同等に扱えないとして減刑を求め、量刑が争点として争われることとなった。第2回公判に出廷した K の精神鑑定を実施した精神科医は、 K には精神疾患は見られず、障害が事件に影響したとは言えないと証言する中、 K は初公判同様、目の焦点が定まらず、口は終始ポカンと開けたままで、証言台に立つたびによだれでズボンがびしょ濡れになっていた。その後、論告求刑公判で検察側は、 K は H さんの愛情がなくなったという言葉を機に制裁を加えるため殺害した、動機は身勝手だと指摘し、 K に懲役18年を求刑し、弁護側は K には複数の障害があり柔軟な考えができなかったなどと主張し、懲役10年が妥当だと述べた。この時の K もまた口をポカンと開けたまま、まぶたを痙攣させ白目を向くなどしていた。そして判決公判が開かれ、 K に懲役16年が言い渡された。裁判長は K に3回主文を繰り返して読み上げ、 K の広汎性発達障害や軽度の知的障害はごく限定的で、敬意を減じる事情として考慮できないが、 K には前科はなく罪も認めており、復帰後には父親のサポートも期待できると判決理由を述べた。 K は裁判長の語りかけに右手を痙攣させたり、体を前後に揺らし、口をポカンと開けて宙を見つめていた。これを受け、弁護側が控訴しなかったため、K は確定したが、
東京拘置所がホルモン剤の投与を認めなかったことで、女性ホルモン欠乏症になり、身体的、精神的苦痛を受けたとして、2016年6月、国に慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。しかし、2019年4月の判決で、収容施設に入った人が一定の不安感を抱くことについてはやむを得ない面がある。女性について収容生活上著しい支障が生じているものとは認められない、などと判断し、ホルモン剤を服用させない不作為は、拘置所や刑務所の合理的な裁量の範囲を逸脱するものとは言えないとして請求を棄却した。これによって、この異例とも言える一連の裁判は終結し、事件にピリオドが打たれた。この事件をきっかけに、現在、多様な性のあり方への社会的理解が進む中、これまでも拘置所や刑務所といった刑事施設での性的少数者への対応の是非が議論を呼んでいましたが、早急な対策を講じるべきとの声が高まりました。今回のように女性ホルモンを摂取しない場合の危険性については、裁判中に医師もホルモン欠乏症になると指摘していましたが、結局聞き入れられることはなく、刑は収容後に自傷行為を繰り返すなど不安定な状況が続いていたといいます。これに対し国は、刑が女性ホルモンを望むのはホルモンバランスを整えるためではなく、女性としての外見を保つ美容目的で収容施設での医療水準を超えているとも述べています。このような両者の言い分を見ると、やはり根本的に性転換に関する医学的知見が不十分だったことが伺えます。ただ、拘置所内で女性ホルモン欠乏症により身体的、精神的苦痛を強いられたとしても、殺害された H さんの苦しみや遺族感情を考えると、それくらいの苦しみは当然だと感じる一方で、世界的に見ても日本はまだまだジェンダー問題に対する意識が低いことが露呈した裁判とも言えるかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。